皆さんおはようございます。2018年2月の15日朝の4時です。よろしくお願いします。やだね。なんか嘘つきだって言われてさ。もう疑われるのが一番気分悪いよ。本当に。まあやることないしな。うん。暇だしな。おはよう。だってやることないんだもん、それはね、男だったらね、やっぱ花火、一発の奇跡の花火にかけるでしょ。おはよう。男だったらやっぱ奇跡にかけてなんぼだから。かけるでしょ。おはよう、ありがとう。おはよう、花火ありがとう、6号さん。おはようございます。あ、久々来てくれたの、ありがとう。ありがとう。忙しかったのかな。ありがとうね、久々来てくれて。ありがとう !6 号さんありがとう、おはよう !7 号さんおはよう。いやー、よかったね。やってよかったね。やっぱ希望は捨てたらダメだよね。リスナーさんを信じてよかったよ。ありがとうございます。そうだね、そろそろ染め直したいんだけどね。髪の毛も切りたいし。前髪うぜえよ。おはよう。本当は全部赤にしたいんだけどな。のんちゃん赤髪にしたらダメ？なんで？え、だって今でも赤じゃん。ありがとう。本命チョコありがとう。風船100個もありがとう。うん。赤好きだね。赤髪、なんで黒い方がかっこいい。黒い方がかっこいい、赤好きだね。赤髪ダメなのかな。もしよかったらメガホン勢もメガホンぜひください。余ってる人いたらメガホン頼むぜ。おはよう、おはよう。なんか髪染めるの買ってきたんだけどね、のんちゃんが染めさせてくんないんだよ。せっかくさ、自由業やってんのにさ、だって黒髪なんてさ、配信業ダメになったらいくらでもできるじゃん。自由の象徴だよ、髪の毛染めんのは。はい、ワード2。茶髪は嫌だな。そうだよ、髪の毛もうないんだよ、のんちゃん。のんちゃん、ハゲる運命にあるんだよ。ねえ。それを加速させるの？加速って何？もうこにダメージを与えて。いや、じゃなくて、残りわずかな灯火なわけですよ。ね、滅びゆく運命にあるの。島津家は代々。だから髪の毛があるうちにやっぱり自由にしたいんだよ。ある髪の毛をさ、大事にしないと。いや、もう終わりだって。もう死んだんだよ、俺の毛根は。あと2年の命だから。次元も生かされなくなるような。いつまでもあると思うな、親と髪。うるせえよ、今しかできないんだよ。あと2年の灯火だから。ワシントン条約で和道の髪の毛が制定されてんの。絶滅危惧種なんだ。かわいそうな髪の毛。おでこ？いや、そんなハゲてないけどね。毛根イズデッド。まあいいか。うん。いや、何時に寝て何時起きてるか、起きたい時に起きて寝たい時に寝てるな。自由にやってるかな。ほんと木の実木のまま。そんなハゲてないでしょ。うん、そんなハゲてないよ。まあニートじゃないけどね、断じて言いたいけどニートではない、ニートではありません。メガホン100、おおすごい、メガホン100ありがとう、うんうん、メガホンありがとね。まあまあ男はハゲるんだよ。はい、ワード2。はい、いらっしゃい。はい、ワード2。ステイサムかっこいいか。俺はブルース・ウィリスが好きだから、ブルース・ウィリスみたいになりたいね。髪の毛なんか何でもいいんだよ、もう。ハゲるやつはハゲんだから。何でもいいでしょ、髪の毛なんか。もう大嫌いだよ、その話題。髪型とか美容室とかパーマかけるとか大嫌いだよ、そんな。うるせえ。はい、和骨。うるせえ、うるせえ。そんなの髪ふさふさのやつが楽しむもんだろう。いろんなカラー試した。シルバー、金髪、茶髪、ピンク、緑、ブルー、レッド。あと何あるかな。黄色はないね。黄色はない。もうありとあらゆるのをやったよ。ありとあらゆるの。いいんだよ、もう。髪型なんか気にしてねえわ。うるせえよ、花火上がんないの言うな。もう花火も言うな。いいじゃねえかよ、一発投げてもらってんだから。うるせえよ、もう花火が少ないとかなんだかんだ。上げるか上げないかだから。俺のせいじゃないから。あげるかあげないか決めるのはリスナーさんだから。リスナーさん。俺に文句言わないで。紫。いやー、もうさすがに赤以外は。うん、赤以外はいいかな。人の花火を気にする必要がなんであるんだろうね。意味がわかんねえよ。ほっといてくれ、ほっといて。もう。いや、まあ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 、メンタル強いかんね。あと、バカだから忘れっぽいんだよね。すぐ忘れちゃう。まあでも、ちょっとやったらもういいや、今日は。なんか。なんか今日は俺のこといじめる日っぽいから。なんかそういう気分なんでしょ。嫌なことあったんでしょ、多分。職場で。職場とか学校で嫌なことあったんだよ、多分。井戸端会議とかで。なんか今日はそういう日なんだよ、多分。うちのリスナーさんが嫌なことあったんだよ。だから俺にぶつけてんだよ、不満を。そう。俺はこの怒りを、リスナーさんからこうぶつけられた怒りは湯船で解消するから。湯船で瞑想するから。のんちゃんにはクッキーあげたよ、俺が。うん、いや、サンドバッグじゃないんだけどね。本当は、かわいいかわいい。インターネットペッツなんだけどね。かわいいかわいい。サンドバッグじゃないよ。餌を与えて、餌を。ポケモンだから、ポケモン。みんなのポケモン。たまごっちだよ。たまごっち。うん。俺、風呂好きなんだよね。てか、のんちゃん、ラブホ行こうよ、ラブホ。車で来た？ラブホ行こう。いいけど。ラブホの、湯船でっかいのに使おう。うん。じゃあ調べて。なんか、露天風呂のラブホってあんのかな、都内に。都内ラブホ露天風呂、うん、露天風呂入りたい。大阪行かないよ。大阪ばっかりだな。奈良県。なんでこんな東京になんで出てこないの。ないんじゃない東京。露天風呂入りたい。露天風呂でこう成功者を味わいたい。俺はのんちゃんもうラブホに行こう。箱根露天風呂規制されてんのマジで。なんでマジで言ってんの。露天風呂ダメなんだ今。なんでだろう。箱根っていくらぐらいかかんの。箱根って何分ぐらいかかんの。遠いよ。遠いか。箱根でも行きてえな。箱根行きてえ。箱根。箱根行かないのんちゃん。どれくらいかかんの車で。2時間か。2時間はちょっとな。確かにな。うん。なんか東京に安くておすすめのラブホないかね。鬼怒川がいい。車で1時間ぐらい。なんかちょっと出かけたいな、のんちゃんとな。ロマンスカーで行くといいんだ。なんかでもなんか浴衣着てな、のんちゃんと温泉とかいいな。バリアン高えじゃん。バリアン高いじゃん。バリアンは成功者しか行けないんだよ。バリアンマジで高えかんな。奥多摩秩父。電車で一本の。後でね、調べよう。いやもう俺はラブホ行くよ。もうこんなね、ハゲだのね、嘘つきだのね、農民だのね、もう傷ついたから俺は。傷ついたんだよ。農民って言われたんだよ。農民って。嫌だよ、もう。頭きてんだよ、こっちは。今からラブホ。いや、逆に昼間とか安いんじゃないのラブホって。昼間の方が安くない？サービスタイム何時から？まあ朝6時とかじゃないの？わかんないけど。ラクーアはやってないでしょ。はい、ワドツーいらっしゃい。腹減ったな。はい、ワドツー。いやー、知らない。終わらないでしょ。終わらないと思うよ。聞いたことないよ、ふわっちが終わるって。終わらないんじゃないの？いやもう無理無理。兵糧攻めに合ってるから今。花火を飛ばさないっていうね、敵のね、敵侍のね、兵糧攻めに合ってるんですよ、兵糧攻め。狸民たち。狸藩から。狸藩が結託してるから。今、兵糧攻めだからね、兵糧攻め。頭いいんだよ、あいつら。ラブホー、いや、温泉というか、でかい風呂に入りたいんだよ、でかい風呂。おっきいお風呂に入りたいんだよね。24時間サウナとかないの？サウナはわかんないけど。でもね、温泉、大江戸温泉、個室風呂ってあんのかな？違う、ラブホが好きなんだよ。うるせえな。もう彼女とセックスして何が悪いんだよ、それに。なんでそんなことまで言われないといけないの？え、今ラブホの露店ってないの？ラブホの露店ってなくなったの？ないんだ。この間2ヶ月前に和道に口説かれたってカズ配信者が暴露してた。誰だよ。来いよ。なあ。昨日もよ、ヨドバシカメラ行ったらよ、和道さんですよねって店員に言われて、あ、そうですよ、つって。店員さんが、新宿の神様って人知ってますかって。誰って聞いて、新宿の神様って知らないですかって。和道さんですよねって。あ、そうだよって言って。新宿の神様が、なんか、私を晒しちゃって、ヨドバシカメラで騒いでましたよって。誰だよ！新宿の神様って。なんか、私配信者やって有名なんだけど、和道って知ってるって。和道にさらされたって言いふらしてましたよって。恥ずかしいわ、もう。粘着ですねって笑ってたよ、店員さんも。粘着されてますねって。もうさ、一般市民のさ、ヨドバシカメラの店員に粘着されてるとかさ、もう、なんだよ、この知名度。いや、新宿の神様っていう配信者がいるんだって。に、和道がさらされたとか、和道さんの悪口めっちゃ言ってましたよって言われたよ。意味がわかんないよね。新宿の神様っていう配信者がいるんだって。おはようございます。もう恥ずかしいわ、本当に。誰だよ、それ。聞いたこともないじゃん。なんで俺知らないやつになんかさらされたとか言われないといけないんだよな。意味がわかんないよね。全部お前が悪いの。なんで俺が悪いの。聞いたこともない人になんかすげえ和道さんの名前語ってましたよって。誰だよ。うん、知らなくない？まず誰だよっていう時点でさらされてねえかんな。あ、頑張れる44号さん、ありがとう。ありがとう。頑張ろうね。俺はもう夜中にアンチフルボッコにされたから、もう今から回復魔法をかけに行くよ。ちょっと HP がもう激減だから。HP がとんでもなく激減してるからさ。インターらへんにラブホ？インターか。何インターがいいラブホなんだろう。マンスリー県外でブチ切れてるドルさんにカメラ目線で一言。ざまードルざまー県外マンスリー県外ごめんごめん。二言出ちゃった。嬉しくて。嬉しくてごめん。ごめんなさい、本当に。一言じゃないです。一言じゃない。うるさいよ。なんだ一言、今月は調子いいんだよ、俺は。今月は。うるさい、うるさい、うるさい。俺散々いじられたんだから。どれに何て言われたってお前、内職配信って言われたんだよ。ざまみろ。ざまみろ、どれ。どれざま。内職配信じゃねえか、あんなゴミクズ配信でよ。人のことよく、そんな悪口言えるよな。ブーメランだよ、ブーメラン。なあ、そう思わない？よく先月人のこと内職だ内職だって内職配信で散々言われたんだから。ざまだよ、うん、作業してたからじゃない。うるさいうるさいうるさい、うん、いや、やっとですよ。うるさい、俺はラブホ探すんだよ。ラブホ。安くていいラブホ。安くていいラブホ。高いのはダメ。安いところね、安いところ。どっかねえかな。安くていいラブホ。高いのはダメ。のんちゃんを怪我すな。怪我してないでしょ。俺がいつのりこを怪我したんだよ。貧乏人だからね。バリアンとかいけないですよ、バリアンとか。ないな。ないな。相当ハゲてる。戻さなくていいよ。その話戻さなくていいよ、それ。うん、求めてないから。俺が一番俺の顔知ってるからね、うん。あなたより俺の方が俺のこと知ってます。あ、まあまあ、まあ、慣れてるからね。慣れてるから。面白いことやってる人いるな。彼女と1ヶ月ラブホ生活っていうブログ見つけた。これちょっと面白い企画だな。なんかラブホだけで1ヶ月間生活するっていうブログ見つけたね。もう面白いな。いやもう配信業とかね、もうね、言うつもりもないですよ、もう。小じきですよ、小じき。元気ないから。元気ないから。もう億万長者とかね、月収100万とかね、もうね、疲れる。もう。見ててはけます。うるせえよ。千葉のラブホ行きたいんだけど、千葉まで行ってくれんの？行かないでしょ？都内は高いんだよ、のんちゃん。あるじゃん、八王子の方。八王子で検索すればいい？うん。オッケー。八王子。あ、八王子安い。八王子安いね。八王子にするか。あ、八王子安っ。いいね。八王子行こうか。町田とか。八王子は何？土地が余ってんの？うんうん、八王子で探そうか。ゆいがさんいないかな？大丈夫かな？八王子。うん、お風呂の評価ポイントが低いな。ご利用料金。町田行くか。町田は安いの。何やってもつかない。うるさい。黙ってるわ。閲覧減ってねえよ。ロハコさんなんで連れてくんだよ。こじれるだろうがよ。なんでロハコさん連れてくんだよ、ラブホに。意味がわかんねえだろ。ロハコさんと彼女って何すんの？ 3P すんの？ああ、もう、めんどくせえ。わけわかんねえだろうがよ。なんでロハコさん連れてくんだよ。意味がわかんねえよ、マジで。ラブホ配信しないよ。ラブホ配信しないよ。町田ってどこだっけ？埼玉の方？町田。町田は安いのかな？ラブホに鮫島さん連れてかないよ。ラブホ配信なんて需要ないでしょ。定年日元気にしてること知らないよ。こんなよっさんに聞きなよ、よっさんに。安っ。え、岩盤浴ある。え、露天風呂っつうかジャグジーあるよ、のんちゃん、これ。ああ、風呂でかいで、あ、ここ良くない？ここ。ここ松田？ちょっと待って、これ良くない？岩盤浴あるよ。わお。高いかな。いくらだろう。今日何曜日？わかんない。今日何曜？木曜日だ。木曜日だから7000円？ 12 時間7000円だって。14時、朝の4時から14時間で7000円だって、夕方まで。ここ行く？ここ行こうよ。ここ行こう。じゃ住所控えといて。うん。ドレさんが切れてる？知らないよ。ドレさんが切れてるかどうかなんか。俺に何の関係があるんだよ。俺のことで切れてるわけじゃないでしょ？ねえ。なんで俺、ドレさん、何が切れてんの？何なの？花火が飛ばないから切れてんでしょ？花火が飛ばないの俺のせいじゃないから、ドレさんが。俺のせいじゃないよ。え、町田って横浜って書いてあるけど、横浜なの？のんちゃん。え？町田は町田市。これどこ？横浜町田って書いてあるけど。それは違う。え、これダメなの？ここ。ここダメってこと？いや、町田市って書いてあるよ。東京都町田市。え？あ、これ横浜だ。あ、横浜だわ。ここ良かったのに。ここ良かったのに。マジかよ。なんだよ。また検索し直すの？ああ、そうなんだ。インターが横浜松田だったんだ。ちょっとトイレ行ってくる。電話かかってきてる。うん。うん？なんだ。なんか電話かかってきてない？うん？電話かかってきてた今。うん？なんだ。かかってない。町田の露天風呂。町田。今電話かかってきてた？電話かかってきてない？大丈夫？ん？来てた？いや、もう一回かけてください。お風呂に入りたいんだよ。お風呂に。お風呂に入りたいの。あ、トイレおかしい水。ないかな。じゃあ温泉つうかジャグジーに入りたいの俺。ジャグジーないかな。露天風呂ないかな。さっきのすげえ良かったのにな。ん？もしもーし。ああ、ワド、久しぶり。はい、誰ですか？うん、春巻だよ。あ、春巻さん、はい。うん、どうも。はい。あれどう？草津はダメ？草津温泉ですか？うん。いや、なんか遠いみたいですよ。いや、だけど、意外と電車で行くと近いよ。何分ぐらいですか、新宿から。電車でね、多分2時間で行けると思う。ああ、いや、多分、のんちゃんがもう1時間ぐらいとかじゃない、ダメなんですよ。もうデブショーなんで。ああ、そうなんですか。そうなんですよ。なんか俺は群馬出身なんで、はい、まあちょっとほら、この間ちょっと噴火の問題とかあったから、はい。空いてるんですよ、今。あ、なるほど。そう。うん、あの草津が意外と空いてるんで、はい。すげえおすすめかなとか思ったんだよね。ああ、ありがとうございます。ああ、いえ、とんでもないです。ちょっと草津はちょっと今、ちょっと遠すぎますね。申し訳ないです。じゃあ、もし情報があったら、ラブホの露店みたいな。そうなんですよ。安くていいところ、今、ちょっと探してるんですよ。難しくねえか、それ。いや、どうしてもラブホで露天風呂入りながら、やっぱ、成田からここまでのし上がったぜっていうのを。成田から、やっぱ東京の露天風呂で、俺は今貸し切ってるぜっていう、成功したごっこしたいんですよ。さすが。はい。やっぱ、うん、はい、それが僕の生きがいなんで。うん、はい。で、あと一応、ちょっと、あんまり和道と会話できないからあれだけど、ギターよく練習しとけよ。はい、いや、了解です。はい。うん、いつかバンドやるんだからな。ああ、わかりました。はい。うん、了解。またね、じゃあ。はい。ありがとうございます。はい、どうも。はい。フジロック目指さないとな。そうだ、忘れてた。フジロックも目指してるんだ、俺。フジロックも行かねえと。いやー、だってもう今日、だっていっぱいいじめられたんだもん、リスナーに。すげえいじめられたんだもん。もう、やさぐれラブホ配信だ。安いの、まあ1万円切るぐらいの値段が、やっぱ理想だよね。リーズナブルだよね。東京高いんだよ。2万ぐらいすんだよ。考えられねえよ。成田なんか6000円とかだぞ、ラブホ。6000円とかだよ。ねえ。のんちゃん、町田のラブホ、町田、八王子で検索した方がいいんじゃないの。うん。八王子で検索するしよう。マジかよ。500円、3時間で500円とかもう泣けてくるだろう。もうバイトした方がいいんじゃないのって感じでしょ。あれ、八王子のラブホないな。露天風呂がないなぁ。露天風呂これすごい。マットプレイができるよ、のんちゃん。マットがあるよ。お風呂の横にマットがあるよ。ちょっと待って。見つけた。マットがある、ここ。憧れのマットが。ちょっと待って。マットができる？マットプレイができるよ、これ。マットプレイが。これは露天風呂を超えるかもしれない。うん。もうマットが備え付けられてるから。いや、マットが備え付けられてるからね。なんて言ったって。ちょっと待ってね、お部屋紹介見てみるからね。ちょっと待って、お風呂のジャグジーの横にマットがあったんだけど、どういうことこれ。どうなってんのこれ。マットがあるよ。お部屋紹介。マットプレイでしょやっぱり、基本は。え、お風呂どこ？お風呂。お風呂見たいんだけど。お風呂。お風呂どこ？お風呂。お風呂がいいんだけど、お風呂が見たいんだけど。風呂を見せろ、風呂。風呂。俺は風呂が入りたいんだよ。もう部屋が狭いから。ちょっと待って、安いの見つけたんだよ。ただお風呂にこだわりが半端じゃないから。お風呂に対するこだわりが。料金システム。もんじゃん加齢臭はしないよ。ただお風呂に入らないからね、最近おっさんの匂いがするだけだよ。ただおっさんの匂いがするだけだよ。おっさんの匂いが。最近は粘土の匂いするね。ちょっときついね。最近はちょっときつい。加齢臭はないですね。お風呂が書いてない。もう出ないのんちゃん。いや、探してって、だってお風呂が出てこないんだよ。ここマットがあったはずなのに。見えないんだよね。お風呂が紹介されてないんだよ、ここ。お風呂どこ？スペシャルな部屋なのかな。なんでお風呂が載ってないんだろう。お風呂を映せや。わあ、くそ、くそ、腹立ってきた。お風呂。たまにはさ、ちょっと贅沢させてよ。たまには。いや、マットプレイっていうか、マットっていう響きがやっぱりね、マットに勝てるものはないから。なんだよねえな。なんだろうこれ。いやだからさっきの違かったから。お、ここなんかすげえ。安い。なんだこれ。あー違う。なんだこれサンプルだわ。あ、騙された。マットができるのなんてなかったんだわ。違うわ。これサイトのフェイク画像だった。フェイク画像。騙されたわ。騙されたわ。騙された。ありえねえ。なんでラブホの情報出てこねえんだよこんなに。あくそ。俺はセックスをしたらスピーってすぐ寝るよ。すぐ寝る。すやすや寝るよ。八王子とさ町田だったらどっちがいいの、のんちゃんは。町田の方が近くない？知らない、俺行ったことないから。町田はラブホ街っていうのがあんの？いや、町田の駅に降り立ったことがないかな。箱根は行きたくないって、のんちゃんが遠いって。八王子ってこっからどれくらいかかんの？1時間もかかんの？結構遠いんだね。こんな遠いんだ。八王子ってでかいもんな。なんで情報が出てこないんだろう。露天風呂で。露天風呂って禁止になったのかな。国立って遠い？国立。国立。国立は？国立。国立。国立にしようか。国立でしょ。国立か。うん、ちょっと待ってね。立川の手前なんだ。ほうほう。のんちゃん、ここはすごくない？これすごくない？ここでしょ。すごいよね。うん、ここでしょ。わかんない、料金がまあまあ1万円前後じゃないの？わかんないけど、もういいよ、とにかく出ようぜ。もうなんか調べてくれない？うん、大丈夫っしょ。もう行こう、もう行こうぜ。じゃあそこで、うん、この辺行こう。何これ、住所をメモっとけいいの？うん、ちょっと待って、おい、住所どこだ？どこに書いてあるの、住所。あったあった。住所をのんちゃんに言えばいいのね。いや、のんちゃんに見せればいいんでしょ、車乗るときに。オッケーオッケー。LINE にメモっとくわ。うん、行こう行こう、もう行こう。のんちゃん目悪くないよ。なんでおっさんの匂いがするか俺に聞かれても分かんないよ。お風呂4日ぐらい入らないんだよ、のんちゃんは。入ってるよ。入ってる？本当に？のんちゃんはうん。羽衣湯に行ってるじゃん。たまにしか行かないじゃん。行ってるよ。行ってるかな。うん、あ、ダメだ。のんちゃん3万円するよここ。あ、ダメだ。高いよ、のんちゃん。くそー。なんでこんな高いんだよ。なんで3万もすんだよ。ありえねえよ。何これ。なんで高いのこんなに。嘘ばっかりじゃん。もう頭きた、もう。もう嫌になってきたよ俺、本当に。なんで3万もかけられ、3万って旅館行った方がいいじゃん、じゃあ。ああ、もうダメだ。もうダメだ。心折れた。心折れたわ。露天風呂はハードルが高いわ。ああ。いや、銭湯行くわ、もう。銭湯の露天風呂。もういいよ。それはなんか開放が独り占めにしてる感じがいいんだけどね。ああ、きつい。頭にきた、本当に。心折れるわ。うん。ふわっちの A さん。あ、アイラのことじゃないの A って。ああ、もうなんか成田の価格とズレがありすぎる。もう成田基準で考えたらダメだこれ。成田基準で考えると頭がおかしくなるよ。東京の家賃の高さ、もうびっくりするわ。成田の基準で考えると頭おかしくなるね、本当に。ダメだこれ。クリスマスのホテル、あそこ安いよ。成田と、あれ、ちなみに、のんちゃん、一角臭い部屋でしょ？あの一角臭い成田のやつでしょ？あれは安いけど、成田の最高級ホテルだよ。ホテルチャペルクリスマスは。それの、近く、町田ぐらいあんの？町田にあんのあれ。ホテルチャペルクリスマスって町田にあんの？ないでしょ。いや出てこないけど。相模原にチャペルあんの？あった。チャペクリがある。チャペクリあるじゃん。チャペクリがあるじゃん、チャペクリが。うん。もうここ行こう。まあ、のんちゃんがなんで町田の相模原にチャペルクリスマスがあるっていう、その生きた情報が出てくるのか、さておき。それはさておき。この間行ったの、成田だけど。そうだったの？ほんとだ。チャペルクリスマス行く？住所メモっといて。住所？うん。チャペクリ行くか。ちょっと待ってね。スイートルームじゃなくて露天風呂みたいなのがいいんだよ。わかる？男のロマン露天風呂。わかるかな？分かりる？まあでもな、チャペルクリスマスは逃げみたいなところあるからな。チャペルクリスマスに行くやつは逃げみたいなところあるよね。分かる？これなんだろう、チャペルクリスマスで出てこないな。ちょっと待ってね。え、ナイト様、ナイト様知らない。誰だかわかんない。腹減ったな。いや出てこないよ、のんちゃん。シャペルクリスマスあるの本当に。いや情報が出てこないんだよね。出てこないね。なんだろう。ウォーターホテルシティ。いやセックスするかどうかそれは言わないけど、それは秘密だから。え、成田にしかないけどな、店舗情報。グループ店あんのかな。あ、店舗名が違うのかな。農民セックスとかやめて。え、お、神奈川で検索すればいいの？東京？東京だとなんか道玄坂とかしかないよ。渋谷とか池袋とか。神奈川、横浜しかないよ、グループ店。横須賀か横浜しかないよ。潰れたのかな。頭痛くなってきた。町田？どれ？町田のラブホ？何？知らない。なんか変な情報だった。いや、近場高いんだよ。新宿だよ、ここは。新宿なめんなよ。アメリカで言ったらニューヨークだよ。わかりる？アメリカで言ったらニューヨークだから、ニューヨーク。高いんです。こんだけインターネットが進んでるのにな。なんか嫌になってきたよ。もうめんどくさくなってきたよ、おじさん。頭痛い。こんなん疲れちゃうよ、こんなラブホ探してるだけで。うわ、すげえすげえすげえ。メガホン800個ありがとう。800個 ?800 個ありがとう。すげえ。何この人。ありがとう。本気じゃん。本気でしょ、800個って。ありがとう。すげえな。800個。すげえ。頭痛くなってきたな、マジで。何これ。安いラブホないな。え？八王子あるんだけど。いやあるよ。もう適当に行かない？なんか俺苦手なんだよ、こういうの。なんか行ったことない場所に行くの照れるじゃん。照れるじゃん。駅に行って歩きゃいいんじゃないの？駅？え、だって駅前じゃないのこの辺。違うの？山奥だよ。山奥なの八王子って。マジかよ。もう適当に行って入ってさ。だってなんかお風呂が出てこないんだよ。お風呂が。お風呂が。お風呂がわからないと、こっちはこっちでお風呂を知りたいわけですよ。お風呂が。いや、古いっつうかね、風呂が広くないと嫌なんだよ俺は。風呂入りに行きたいわけだから。ほんとね、お風呂、テレビ見ながらお風呂入りたいの。そう、なんでもいいけど。だから3万も払えるじゃねえねえ20万以下の生活をしてるんですよ。払えます？ 3 万払えないでしょ。払えないでしょ。なんでそんな無茶苦茶なこと言うの。払えるのみんなは。お風呂壊れたわけじゃなくて狭いのよ。だからたまに足伸ばしたいの。たまには。ラブホに3万もったいないよね。だったら温泉行った方がよくない？うわあ、頭きた。もう家の風呂入るわ。頭きたもう。もういいや。もうやめようやめよう。のんちゃん。やめよう。イライラしてきた。頭きたわ。ああ、もういい、いい、もういいや。羽衣湯行くわ。昼間は羽衣湯行くわ。頭きたもん。はい、無駄な時間。はい、人生の貴重な時間が無駄になった。ざまあ。もう無理無理。向いてない。俺、ラブホ。向いてなかったわ。やめた。やめだやめだ、こんなの。ストレス溜まってきたわ。やめだやめだ。やめちまえ、こんなもん。いやー、もう、いや、結局、向いてなかった。俺には才能がなかった。俺には才能がなかったよ。認めるよ。無理だわ。いや、無理。もう俺にはセンスがなかったんだよ。いいんだよ。いや、もう結局選ばれてなかったんだよ。選ばれたやつだけがラブホに行くことができるんだよ。ああ。悔しいな。悔しいよ、俺は。悔しいよ。お前らの才能が。羨ましいよ。俺は負けたけど、お前らは勝てよ。俺はここで足踏みしてるかもしんないけど、お前らは諦めんなよ。わかった。ラブホテル行ける大人になってください。ラブホテルに行ける大人になってください。うん。いや、負けだな。完全な。つらたん。じゃあね、お風呂に入りたいんだよ。ああ、もう分かった。じゃあ分かった。天城府でお風呂、アマゾンでお風呂送って。誰かお金持ちの人、ここにお風呂作ろう。ここにお風呂作らないもん。俺お風呂でこうやって配信すればいいんだよ。こうやってずっと。誰かお風呂送ってきて。お風呂、湯船、バスタブこじろ。配信者だもん。え？あ、お風呂配信バンダーふわっちダメだな。うん。悔しいな。いや、ビニールプールいらない。いやー、お風呂ある家がいいな。俺ね、もしね、仮に成功して、まあ、ヒカキンみたいにお金持ちになったら、俺、お風呂に金かけるな。お風呂にめっちゃ金かける。俺の夢。お風呂オフ会。お風呂、リスナーさんがお風呂オフ会できるような感じにする。お風呂オフ会やりてー。うん。いや、もう食もは無理でしょ。育も無理だと思うよ。死んだものは生き返らないんだよ。死んだら終わりだから。腹減ったな。風呂あるん？風呂ある。ていうか、のんちゃんの家、風呂あるじゃん。よくよく考えたら。のりこの家が綺麗だったらこんなことにはならないんだよ、のんちゃん。よくよく考えたら、のんちゃんの家、でっけえ風呂あるじゃん。犬洗ってるんでしょ、あれで。なんなら犬しか洗ってないでしょ。のりこの家の風呂掃除したらダメ？ビッカビカにしてあげるから。のんちゃんの家、のんちゃんの家綺麗にしよう。どう？よくよく考えたら、のりこの家でっけえ風呂あるだろ。今気づいたわ。だったらお金かかんないし、のんちゃんの家俺が片したら綺麗になるじゃん。それでどう？いいの？のんちゃん家行こうか、今から。いや、俺が別に風呂なんか掃除してあげるよ。全然綺麗にしてあげるよ。もうさっき行って帰ってきたと思うよ。掃除配信？のんちゃんの家 Wi-Fi 飛んでないでしょ？風呂までは飛ばない。うん。のんちゃんの家、汚い綾波レイみたいな部屋だから。異常に汚い綾波レイの部屋みたいな感じだから。いや、片してあげるよ、のんちゃん。ああ、もう犬のうんことかいっぱい落ちてる、うん、犬とか猫のうんこ落ちてる？落ちてないよ。落ちてるでしょ。落ちてないよ。いや、落ちてたけど。落ちてない。うん、拾ってるわ。あれ、のんちゃんのうんこでしょ。あれポロッと出しちゃったでしょ。ワンちゃん？うん。ワンちゃんは多分映らないと思うよ。のんちゃんの部屋で配信やったらダメなの？たまにはのりこ家雑やったらダメ？汚いじゃん。汚いのを見せたいんだよ。どれくらい汚ねえか見せてやりたいの、リスナーさんに。いいじゃんいいじゃん。のりこ家雑みんな見たい？のりこ家雑。まあ、放送片付ける感じだけど。のりこ家雑見たい人いる？のりこ家雑。いや、汚いよ。引くぐらい汚いよ。俺、まあ、だいぶ綺麗にしたんだけど、正直言うと。でもね、よっさんの部屋なんて比じゃないよ。のりこ家雑やろうよ。俺、勝たすから。たまには環境変えてやろうよ、のんちゃん。今日やろうよ。見たいってみんな。なんで行こうよ。今行って帰ってきたらこのじゃん。なんで切れてんの？いい、ラブホ行くんだったらのんちゃんの家行っても変わんないじゃん。寝れないよ。いや、いいよ。部屋勝たしてあげるってだから。行こうよ。なんでお前俺の部屋毎日来てんのによ。自分の家には入れねえんだよ。おい。今日じゃない日、いつだよ。もう付き合って何年経ってると思ってんだよ。今日行こうよ、今から。明日は？明日ってちょっと綺麗にしようと思ってんだろ。違うよ。いいじゃん、今から。いや、のんちゃんの家見せたい、ちょっと。行こうよ。Wi-Fi あるんでしょ、家に。うん。じゃ行こうよ、今から。やだ？行こう？大丈夫だから。今帰ってきたところじゃん。だってどうせラブホで車移動する予定だったじゃん。だってそしたらそこでさ、ゆっくり休むことになる。自分の家で休めばいいじゃん。俺行きたいんだけど、のんちゃんち。眠い。だって猫アレルギーってさ。俺猫アレルギーだよ。半端じゃない猫アレルギーだよ。じゃダメじゃん。いやでも猫好きだから俺。猫の毛にまみれて寝るしかない。いやコロコロすりゃいいじゃん。片付けりゃいいじゃん。洗濯物もやってあげるから俺。お風呂もきれいにしてあげるから。部屋もきれいにしてあげるよ。いやなんか新しい風を吹かせたいの俺は。もうこの部屋の雑談だけで終わりたくない。彼女いるんだぜっていうこともちゃんとリスナーさんに教えたいの。じゃあ Wi-Fi さあ、あれにしてあげるのしようよ。Wi-Fi 契約してからにしようよ。だって部屋に Wi-Fi あるんでしょ？あるけどめんどくさいじゃん。何めんどくさいって。なんか ID みたいな。ID ってだってルーターの裏に書いてあるじゃん。いやルーターひっくり返したら終わりじゃん。頼むよのんちゃん行こう今日。何？なんかみんな起き始める時間だよ。あ、何家がどうとかじゃない。家族に俺の存在をバレたくないってこと？バレたくないじゃないけどさ、誰か来てるぞみたいな。彼氏が来て何が悪いの？夜中だったらいいのね。分かった分かった。家族に俺を見つかりたくないんだって。本当の理由は家族に俺を見たら恥ずかしいってことだと。部屋の汚さが恥ずかしいんじゃなくて家族に俺を見られたくないんだって。それはしょうがないよな。それはわかる。その気持ちはわかる。じゃあしょうがない。それはわかるわ。なあ。彼氏が恥ずかしいっていうね。ちょっと寄り目はちょっとみたいな。それはリスナーもしょうがないって言ってるよ。そうだねって。それはしょうがないねって。切ねえな。気づけなくてごめん。気づけなくてごめんね。やばいな。まあ挨拶とかめんどくさいしね。まあ挨拶は一回してるけど、一回挨拶した後警察に突き出しちゃったから俺が。一回挨拶はしたんだけど、俺のりこ警察に突き出してるから、そうまためんどくさいからやっぱり。その後お兄ちゃんと弟が来たから警察に。そうだよね。警察に引き取り来たの家族だったもんね。めんどくせえよな。まあしょうがないね。挨拶した時はどんな感じだと。いや年齢バレてのりこがずっと泣いてたんだ。のんちゃんはもう終わりだーって言って2時間ぐらい泣いてたよ。挨拶した時は「いや和道くん話がある」って「大事な話がある」って言って「免許証を出せ」と。でのりこが発狂して「やだー!」っつって免許証がペリペリめくれたんだよ。まさにめくれたんだよ。まさにめくれたの、免許証が。終わったんだよ。そうめくった瞬間に本当の年齢が隠されてたんだよ。15年サバ読んでたんだっけ、12年サバ読んでたのか。そうだ、干支が一回りだったらバレないと思って、そうそれくらいサバ読んでた。いや免許証の上にシールで免許証を貼ってたんだ。すごいだろ。カード出すとかのキラカードみたいな、ペリ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 ってめくったら新しいカードが出てきたんだ。あれはそれは恐ろしかったね。それは恐ろしかったよ。のんちゃんはもう嘘はないよ。もうこれ以上嘘なんか出てきやしない、壮絶な嘘をついてきたから、これ以上めくれるものはない。いや12年サバ呼ばれても気づかなかったよ俺。普通気づくの？普通気づくもんなの？俺全然わかんないんだけど、女の人の年齢昔から全然わかんない。なんでそういうの敏感なのみんな。ちょっとよくわかんなかったね。ナイスバディだったから。そう肌がプリップリだったからナイスバディだったから気づかなかったんだよ。その時ののんちゃんがこれだね。家族に年齢ばらされた時ののんちゃんがこれだね。2時間こうなってたね。2時間この状態で動かなかったよ。のんちゃんはもう終わりだって言ってた。終わりだって。のんちゃんは丸くなるから。そう、ORZ を初めて、リアルな ORZ をやるからね、のんちゃん。本当にこうなるんだよ。そう、丸々の。ORZ だね。よくよく考えたら ORZ ってこれだよね。そう。悲しいよな、なんかな。のりこはもう終わったんだって。インターネットで10年間作ってきたキャラが崩壊したんだ、つってた。悲しいよね。そう最初はのんちゃんは35歳だっていう設定だったの最初は。でもその設定はね見事ね論破されちゃったの。ガバガバの設定だった、うん、設定がガバガバだった。ちょっとつついたらホコリが出るような設定だった。精神年齢は若いよ、うん、のんちゃんご飯食べないじゃん。スルメでしょイカって。あれでお腹いっぱいになったの。のんちゃんでもなんか出会った頃より若くなってる気がすんな。のんちゃんなんか会った時よりなんか若くなってない？うん、太った方が若く見えるよ。のんちゃん痩せてたよな、ほんとガリガリだったもんね。今の方が若い気がするんだけど。まあ確かにちょっと腹出たよな、食わせすぎちゃったよな。なんか料理しようかな、自分で作ろうかな。今のお台場じゃなくてね、あの千葉のね大栄軒ってやつ、大栄軒、あ大敬園だ、大敬園っていうゲームセンターだね。ゲームセンター、自炊の方がなんで痩せんだろうね、不思議だよな。のんちゃんはね肌が綺麗なのね、とにかくそうピッチピチなの、ボディが。肌が若いからね騙されたんだよ俺は。ガリガリだったよねのんちゃんね、うん、ガリガリでしょ、細かったの。そうのんちゃん肌が若いのよ、すごい騙されたの。ホルモンバランスがいいからそれは分かんないけど。あそっか、のんちゃん最初あれか、髪の毛長かったのか、俺と付き合った時思い出したわ。最初髪の毛長かったんだ、そうそうそうだ。あ今より全然痩せてるね、確かに言われてみたら。写真で見るとね、今の方が丸いもんね。懐かしいな。激太りした。うん、10キロ太ったからね。うん、のんちゃん別にブスじゃないよ、普通に。なんか勝手にイメージつけられてるんだよ。のんちゃん別に今ここに来ても普通にあれだよ、別にブスじゃないよ。うん。腹減ったから飯食おうかな。いや、働いてたことは何回かあるらしいよ。なんかアニメーションの制作会社とかで働いてたりとか、建築系で働いてたんでしょ。そうそう、いつもすっぴんだかんね、のんちゃん。メイクしないかんね。のんちゃん、ニート歴10、トータル10年以上じゃん。十何年じゃん。のんちゃんの飯ってご飯作りてえな、なんか自分で。乳首見えてない、見えてない、見えてないの確認してからやってるから。見えてないです、映ってない。のんちゃん寝てるよ、後ろで。あ、起きてるけどね、ゴロゴロしてる。のんちゃんはもう一年中ゴロゴロしてるから。俺のベッドは占領されてんの。しまいには最近ここ俺の家だって言い始めたもんね。困ったよな。飯食おうかな、ちょっと。ちょっとご飯食うわ、俺。お腹空いたから。じゃあご飯食ってまた気が向いたら放送するわ。ありがとね。お疲れ。コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。